今日は2017年6月5日ですね。朝日新聞の一面にはロンドンで、またテロがあって7人亡くなった、車が暴走して、刃物で襲撃して、48人が怪我したっていうんですね。実行犯3人は射殺されて12人が捕まったっていうんですけども、まあ、繰り返し繰り返し私は同じことを言いますけども、まあ、テロ、特に自爆テロ、いやこういうふうにもう自分が命を落とすことを覚悟してやってるテロ、やってる側の主張というものを我々は分かっているかということを私は常に問うてますよね。なんで自分命を懸けてこういうことをやるのか。でネットで検索して調べてみてもよくわからないですね。まあ、IS、イスラム国なんかのやろうとしていることは、イスラム教の国家、カリフ制度の国を樹立するんだって言ってるんですけど、イスラム教の国というのもいっぱいありますよね。サウジアラビアから何からね、インドネシアだってイスラム教が支配してるし、そういう国はいっぱいある。そういう、すでにそういう国がある中で自分たちだけの国を作りたいのか、自分たちの思うイスラム教の国を作りたいのか、であればどっかの地域を何かの形で確保するなり、どっかの地域に行って自分たちが多数派になって、それで、そこで影響力を持って選挙なりで自分たちが政府を樹立していく、まあ、そういうやり方をすればそれは実現するかもしれませんよね。しかしね、今やってるようにテロ行動を繰り返すことによって、その自分たちの言っているイスラム教の国、カリフ制度の国というのができる。なぜできるのか。できるわけないよね。こういうことを繰り返していけば自分たちの国ができるだろうと思うということ自体が私は不思議でしょうがないよね。そのテロをやる人たちは自分が命を落として無差別テロをやって、どっかの国のイギリスなりフランスなりの人たちを殺したら自分たちが理想する国家ができる。どういう筋道でどう考えたらそういうふうに考えられるんだか、不思議でしょうがないよね。全く説得力がない。本当なのかと私は常に思ってしまいますよ。このテロ自体が本当にこういう、そういうイスラム過激派の人たちがそういうふうに信じて、やってるとはどうしても私は思えないやな。辻褄が合わないもんね。あんたならやるかって言われてやりますか。一面の声のところですね、オピニオン、アロマテレビをやっている33歳の女性山田さんという人が投稿してますけれども、クラスター爆弾の製造企業に対して、三菱 UFJ ファイナンシャルグループなど日本の金融の4つの会社が4年間で2200億円の投資をしたというのを報道されたんですね。クラスター爆弾、まあ恐ろしい爆弾で、この人は、クラスター爆弾で汚染されているラオスという国に行って、その現場に立ち会っていろんな人と会った。このクラスター爆弾というのは本当にひどい爆弾で、でっかい爆弾が空中でポーンと爆発して地雷みたいな爆弾がばらまかれる、辺り周辺にいっぱいばらまかれるらしいですよね。そしてそれがですよ、そのばらまかれた爆弾一個一個が人を殺す力を持ってるんだけど、その形がなんとおもちゃ、緑色のボール、子供が喜びそうなボールだったり、蝶々の格好をしている、お人形さんの格好をしている、そういう爆弾なんですね。で、子供がそれを、あ、おもちゃがあったと思って喜んで触った途端に爆発して、その子供が死んだり、死なないまでも手が吹っ飛んだり足が吹っ飛んだり、こういう爆弾ですよ、クラスター爆弾というか。本当に相手の軍事施設を壊すことによって
相手の戦闘意識をなくして戦争を終わらせようとかそういうものじゃなくてね、こういう弱い立場の子どもたちの犠牲をたくさん作ることで相手をめげさせようというね、まあ、ひどい話ですわね。それがクラスター爆弾ですよ。その爆弾を作ってる企業に対して日本の金融グループがお金をたくさん投資してるって話ですわね。まあ情けない話というか、まあ、これがさっきのイスラム教の自爆テロの話とつながっていくわけですけれども、まあ、こういうのが結局軍事産業、まさに軍事産業、軍隊と産業、金融機関、金持ちが結びついている軍産複合体と呼ばれる世界的な強大な組織、こういうところがですよ、結局紛争が続くことを希望している。人と人とが殺し合えば自分たちのお金儲けができる、爆弾を作って日本の銀行が金を出してくれる、もっとたくさん作ってそしてそれを買ってくれるところがいて、それを使ってくれなければ売れませんからね。爆弾をばらまいて、で、まあ、あのこの爆弾使っちゃいましたからまた作ってちょうだいねって言って作らせる、で作るために日本の銀行が金を出す。その結果何が起きるかというと、世界中の大勢の子どもたちがお人形さんを拾おうとして爆発で吹っ飛ばされる。それが繰り返されているということですよ。で、この軍産複合体と呼ばれる死の商人たちと軍隊の共同体というものは世界中にそれが存在しているにもかかわらず、その実態がちゃんと解明されて、どういう企業が何に関わっててどういうふうになっているんだ、特にアメリカの軍産複合体が日本に影響を与えていて憲法9条を変えさせようとしたり共謀罪を作らせようとしたりという、まあ、話ですけどね。しかしその実態というものはマスコミでちゃんと報道されていないですわね。だからまあ我々一般国民がそういうところをちゃんと報道しろよ、おかしいだろ、なんでこんな恐ろしい爆弾作るのに日本の銀行が金出してんだよ、でその銀行を批判しなきゃいけないですよね。お前らそれで恥ずかしくないのか、その結果に責任持てるのか。そしてこのイスラム過激派が自爆テロをする問題についてもね、彼らは何を要求して自爆テロをしたのかということを検証しなきゃいけないですよね。犯行声明を出しました、まあ、今度のロンドンの場合には犯行声明まだ出してないけども、犯行声明を出したというのは俺らがやったぞというだけじゃなくて、俺らがやった理由はこれこれこういう理由なんだ、おはよう、これこれこういう理由なんだっていうのを本来は言ってるはずですよね。お前らがこれこれこういうことをしてけしからんから、それをやめさせるために俺らはこうやってお前らにひどい目を合わせたんだと言ってる、言ってなければ犯行声明ならないですよね。それが全然聞こえてこない、向こうが言ってないから聞こえてこないのか、こっちが報道しないから聞こえてこないのか、わからないですけども、どっちにどっち、少なくとも両方なのかどっちなのか、向こうが全然言わずにやってるというのは本当不思議な話でありえないと思うんだけどね。必ず犯行声明というのはお前らのやったこれくらいがこれくらいがけしからんから、それを反省させるためにお前らに鉄槌を食らわしたんだ、これこれこれをこう変えろ、こう今これやってることをやめろ、あるいはこれをやれ、まあ人質を解放しろというのは意味はわかるけどね、せいぜいそれぐらいしか聞こえてこないよね。しかし人質何人かを解放されるために何人の何かの人間が死ぬというのもおかしな話で、まあ辻褄が合わない。よThank you.
記憶ぐらいにしておきます。